金子文子獄中手記何が私をこうさせたかより村に帰る郷里の駅に着いたのはそれから三日目の夕方であった父が以前いたことのある円光寺の千代さんが私を迎えに来てくれていた 私より二つ三つ年上の千代さんはいち早く私の姿を見つけて駆け寄ってきて私の手を固く握った「まあふみさんよく帰ってきましたね」「ありがとうとうとう帰ってきました」こう言って私たちは互いに手を握り合ったまましばし無言のままで立っていた私は何も話したくなかった 嬉しいような面目ないような何とも言いようのない心が私に沈黙を守らせた「荷物はどうしたの?」「別に何もないの」「公理があるんだけど今日はもちろんついていないでしょ」「そうねじゃあすぐ帰ることにしましょう」「ええ」ふたりは改札口から外に出た。 そしてすぐ村に向かって歩き出した。けれど、もう夕暮れである。日のあるうちに帰ることはできない。そこで私たちは、駅から家までのちょうど中ほどにある叔父の寺に、これは後で書く。泊まった。そして翌日、家に帰り着いたのは、もうお昼頃であった。春であった。 村はうららかな日に霞んでいた。麦は色づき始め菜の花が黄色く彩っていた。麦須が山に鳴き家々の庭には人町げの花がにおっていた。目の前に母の実家が見えた。東の小川の丸木橋を渡って家の前に出ると叔父がそこの野菜畑で働いていた。 朝鮮を経つとき、私は興奮していた。一刻も早く、この地獄から逃れ出たいと祈願した。記者に私は、早く朝鮮から連れて行ってくれと願った。どこへでも、一刻も早く、と願った。実はしかし、どこに連れて行ってくれという当てはなかったのだ。言うまでもなく私は、 広州のこの田舎に連れてこられなければならなかった。けれど、そこが私の真の休息所であろうとは、どうして考えられよう。村を見、おじを見ると、一層私は憂鬱になった。おじは私の姿を見ると、打ち下す区を止めた。おじさん、とうとう帰ってきました。堪忍してください。 私が悪いんです。やっと私はこう挨拶することができた。私はもう泣いていた。何、いいんだよ、ふみ。何もかもわしは察している。ふだん黙りがちなむっつり屋のおじは、めったに笑うことを知らない顔に、微笑みをさえ浮かべて慰めてくれた。桑を杖に 懐かしげに私を眺めて、おじはまた言った。何もなくにお及ばん。しばらく泡なんだ間に、随分と大きくなったな。それだけ成人すりゃ何とでもなる。心配することはない。家に帰れば、どんなに叱られるかわからないと、心配しいしい帰ってきたのだ。だが、 おじは叱るどころか、情愛と祝福の手をさえ差し伸べてくれた。肩の重荷が急に下ろされたような喜びが私に来た。やっぱりここが本当の家なのだ、と私は思った。おじは仕事を辞めて一緒に家へ帰ってくれた。おばは台所でお昼の用意をしていた。ああ、ふみか。 よく帰ってきた。まあ大きくなったこと。とおばも私を歓迎してくれた。庭の畑に出ていた祖父も裏側の自分たちの部屋で蚕にくわをやっていた祖母も私の声を聞きつけて駆け出してきた。おおみだ。やっぱり帰ってきただ。俺あんまり突然だったで何かの間違いではないかと思っていただ。 よう帰ってきた」と祖父が言えば「大きくなった達者だったかい何にも音沙汰がないで心配してただよ」と祖母が付け加えた私は井戸の水で足を洗った千代さんも同じようにしたそしてむさ苦しいながらも居心地のよい座敷に上がったやがてお昼だったので みんなと一緒に食前に着いた。貧しい食事であった。が私はそれを三階の珍味のように味わった。少なくとも食べ物がスラスラと喉元を通るのをありがたいと思った。食事をしながらおじたちはいろいろのことを尋ねた。朝鮮のこと、不幸のこと、おばの家のこと、学校のこと、かいつまんで、 断片的に私は話した。けれど、朝鮮でどんなに苦しめられたか、どんなにつらかったか、どんなにいじめられたか、そういったようなことは一つも話さなかった。話さなかったが、一切は察しているといったような風を、おじたちは見せた。祖父母は別に食事をしてここにはいなかったから、おじたちが畑に出ると、 私は祖父母の部屋に行った。そしてまたいろいろの話をした。私の帰ったことを知らされた母も、そのあくる朝早々やってきた。母もだいぶ年を取って見えたが、今は身なりもきちんとしていた。大きくなったねとうれしそうに母は私を眺めながら、目に涙をためていた。 そして私の髪に櫛を当てたり背中をさすったりしていたがふと私の腕を取ってみてまあこの腕霜焼けの跡だらけだよとまず驚いてきっと朝から晩まで水仕事ばかりさせられていたんだねと急に泣きだしてしまった私の切ない願いを退けて私を置き去りにした母である 私は今なおそれを忘れることはできない。けれどこうして親身に私のことを思ってくれることを思うと私もやはり嬉しかった。朝鮮で思い切りいじめられてきたあげくだから一層身にしみてありがたかった。朝鮮でお前はどうしてたの学校はどこまでやってくれたのこういったふうに 母はしきりと私の朝鮮での生活を知りたがった。思えば私は朝鮮から何も本当のことを書き送らなかったのだ。送れなかったのだ。私は自分勝手に手紙を書くことを許されなかった。たまに書いてもいちいちこの監獄でのように祖母たちの検閲を受けなければならなかったのだ。そして私は何不自由なく 幸福に暮らしています。どうぞご安心ください。といったようなことを必ず書かされたのだ。だから母はおそらく朝鮮の祖母がかつて誓ったような幸福のうちに私が生活していたのだと思っていたのだろう。私はそうしたことについて何も話さなかった。それはそんな愚痴をこぼすことは嫌でもあり。 話したたた。っっっってて本当にわかかくれないだろうと思ったからでもあった私はただ学校は口頭を切りやってくれなかったことおよびサダちゃんが岩下の後継ぎと決められて私はもう岩下には用のない人間となったから返されたということだけ話したどうも変だとは思ってたよ はじめ一二度は手紙に「岩下みと書いてあったが間もなく金子みに変わったのでこりゃ何か訳があるんだなとは感づいていたよ。と母が言えば「でもまさかこうして突然ひと言の挨拶もなしに裸で送り返してこようとは思わなかったよ」と祖母も相づちを打って岩下一家を恨んだ。 そうして二人はこの前私を連れに来た時の朝鮮の祖母の言ったことやしたことを思い出しては思い当たることがあるといったふうにことごとに言わした一家の仕打ちを呪った七年目に帰ってきて見た実家の方の様子はしかしかなり変わっていた祖母はやはり母屋を仕切って裏側の部屋に住んでいたが 間の檜の戸は固く釘付けにされて開かなかった。裏の潜水は木の葉や泥で渦もって浅く汚く,汚くそして濁っていた。曽祖,祖父の丹精した植木園は見る影もなく荒れていた。母屋の西側にあった二棟の蔵は壊されて後にはネギが作られていた。 家の中の中空気もまたた。変わっていた同じ軒下に住んでいる祖父母と叔父夫婦との仲がとかく円滑を書き仕切り戸の固く閉ざされたのもそのためらしかったこの親子の二家族も別々になっていた祖父母は屋敷内の畑を作り小遣いセントリーには少しばかりのかいこを買って細々と暮らしており おじは体が弱い上に百姓が好きでないというので、主に呉服物や古着類の行商をして生計を立てていた。子供はもう四人もあって、以前私が背負って学校へ行った長女は、かつて私がここにいた頃の年齢、九つになっていた。母は他家に嫁いでいるとはいえ、元の縁山の家ではなかった。 山の庄家に落ち着くことのできなかった母は私が朝鮮へ立ってから間もなく帰ってきて再びまた静止場に働いていたが炎光寺の和尚の知り合いにあたるある僧侶に嫁ぎそれもこの上ない貪欲な坊主だというので2ヶ月たつかたたぬ間に飛び出してきて昔母の実家の羽振りのいい自分には裏の台所から出入りしていた ソネという家の次男の野良倉者とウキナを立てたりなんかしていたが、親たちや親類縁者の強い意見にあって、三度上州の山中組の製紙工場に働きに出た後、最後に今の縁山駅の近くの田原という養子仲買人の誤妻となっているのであった。すでに記しておいたように、 母は幾人かの男と関係し、かつ同棲したが、私が朝鮮に行ってから後もやはり同じことを繰り返していたらしいのである。私は今、そのために母を責めようとは思わない。なぜならそれは、母に低層観念が薄かったためでもあろうが、同時にまた母は、ひどく意志の弱い、一人では到底生きてはいけない立刀の女でもあり、 それゆえに、誰か母を支えてくれる、またはくれそうな男が必要であった上に、相手が浮遊だとか、暮らし向きが楽だとか言ったようなことを言って、母が一人になるとはすぐに縁談を持ちかけてくるものがきっと出てき、実家の方でもまた、最初の結婚に失敗した若御家をうちに止めておくことの不定祭から逃れるとともに、 そうした不勇な家との関係を保っておくことの利益を考えては、真実母の幸福になるかならぬかをさえ考えずに、無理にも母にその縁談を押し付けるといった事情のためであったからである。けれど、どこの馬の骨とも牛の骨ともわからぬ男とくっつきあって家を出て、散ざ苦労をしたげく、男から男へと渡り歩いて帰ってきた。 私の母のような女に、何の条件もない完全な家から結婚などを申し込んでくるはずはなく、母の片付くことのできるのは、どうせどこかに曰く因縁好きのものでなければならぬのは、まず当然なことと言わねばならぬ。そしてそれは事実、すっかりその通りであったのだが、贅沢にも母は、そんなところには辛抱ができぬと言って、 飛び出してくるので、しまいには母は、こんな辛抱弱い女はない。これでは最初の佐柄との関係ですら、どっちがどうだか分かったものでないと、すっかり愛想をつかされてしまったばかりでなく、母の縁談を中心に、祖父母や叔父夫婦や、果ては炎孝寺の和尚との間ですら、仲たがいをするといったありさまにまでなっているのであった。 しかも母の方ではまた、今度の田原も、やはり今までの縁先と同様、中央度の話とはまるっきり似てもつかぬ家だと言って、家に帰るとはすぐ、よくも飽きないものだと思われるほど、愚痴ばかりこぼしているのであった。で、今もまた、最初は私を見て喜び、朝鮮の話を聞いては憤きっていたが、 いつの間にか自分の愚痴話に変わって、のべつ幕なしにその苦しさを祖母に訴えるのであった。はたでそれを聞いていると、なるほど母もかわいそうだと思わぬではないが、しかし私の朝鮮における苦しみなどとは比べものにもならない。しかも私がこうして何一つその苦しみを訴えもせぬのに、 どうして母はこんなにも愚痴っぽいのであろうと思って嫌にもなる。あの暗い陰惨な地獄から逃れてきて、やっと一息ついたと思っている私が、またしてもこうした暗い話を聞かされるとは、私はもう耐えきれぬ重荷をそれに感じないではいられない。そこで私は、せっかく久しぶりで会ったのではあるが、 そんな話は聞くのも嫌なので、つい祖母や母の脇から逃れ出る。だが、それでは私はどこへ行こう王や、叔父の家に行って長居すれば祖父母の感情に触る。と言って炎孔寺に行っても母と炎孔寺との関係上罰が悪い。そうした私は家に帰ってくる早々、 またしても安住するに足る落ち着き場所を持たぬ自分を発見しなければならないのであった。そんなわけで私はただ村の辻をブラブラと歩いて回ってばかりいた。するとある日多分村に帰ってから四五日たった頃だったろう。ぼんやりと大家の門口に立っていると以前の学校友達が二三人カゴを背負って 鎌を持って登ってきた。私たちが互いに多少大人びた挨拶を取り交わした後、どこへ行くのかと私は尋ねた。わらびとりに行くだ。と友達が答えた。急に私は自分も一緒に行ってみたいという気になった。ちょっと待っててくれない私も行くから。みんなは、 私の願いを快く入れてくれた。私は家に帰って、こっそりと山登りの支度をして飛び出してきた。澄んだ水の流れている岩の多い谷川の道を通って、私たちは歩いた。こんもりと茂った木の間には、いたどりや木いちごや山うどが、今を盛りとおいたっていた。 私の知らぬさまざまの草木が芽生えたり花を開いたりしていた。しんとしためっぽい森林の中で、うぐいすがあちらの山こちらの谷と順送りに鳴いていた。そうした森の中の道を通り抜けると芝生が生えているのかと思われるような山が前方にそびえ立っていた。霞がふうわりと、 それらの山,に垂れ込めていた山はもちろん芝生に覆われているのではなかったかなり背の高い干木が自生しているのだったけれどまだ青葉の5月には早い私たちは容易にその間を歩き回ることができた真綿で放かむりしたようなゼンマイが洋髪に結んだようなわらびがそうそうと追い立っていた それを根元からぽっきりと折って、かごの中に入れた時の喜びったらなかった。ちりじりに分かれて、大きな声で呼び交わしながら、喋りながら、果ては歌いながら、裾からいただきへ、きから山の王を、そうして私たちは、みんなかごいっぱいにぎっしりと詰めて帰ってきた。勝ち誇ったような元気で、私は家に帰ってきた。 おばあさん、わたし、わらびとってきたの。帰ってくるなりわたしは、重くなったかごを祖母の前におろして、祖母の喜びの言葉を期待しながら言った。けれど祖母はあまり喜ばなかった。わらびわらびはおじいさんが嫌いでなあ。と、それを手にとってみようともしなかった。わたしは失望した。 そうじゃあ、おじさんたちにあげましょうか。が、祖母はそれもまた喜ばなかった。一軒の家に住んでいながら、親と子との間柄でありながら、仲の悪くなった今となって、たったこれっぽっちの親切さえも惜しまれるのだったらしい。祖母は言った。大家にはやるにゃ及ばん。 元栄のところへでも持って行ってやるがいい。元栄とは私の一番小さいおじである。小さい時から温和な優しいたちな子供だったので、ことのほかおじさんたちのお気に入りで、一番上のおじが百姓を嫌がるのを幸いに、ゆくゆくは家督を相続させられることになっていたのだそうだが、十二、三歳の頃、 ぜひ坊さんになりたいと言って、私の村から一里ばかり離れた隣村のエリンジの小僧となり、当時臨済宗の艦長をしていた坊さんの弟子になって、今はそのエリンジの境内にある坊月庵という、前艦長、この時にはもう艦長を辞していた、の隠居所にいるのだった。 私が朝鮮から帰ってきた日、千代さんと二人で泊まったのは、この暴月庵で、私はもうその叔父の顔をよく覚えていた。そこで私は、その翌日、祖母に言われるままに蕨を持って暴月庵を訪ねた。私の行った時は、叔父は黒無地の着物に白い巻帯を締め、表の縁端にしゃがんで、盆栽の手入れをしていた。 こんにちは。と声をかけると、おじは顔を上げて私を見て、おおふみちゃんか。よう来た。と、にっこりと笑って立ち上がった。そして、さあ、まあ、おかけよ。と、自分でまず縁側に腰をかけた。私は私の取ってきたわらびをおじの前に置いた。そして昨日自分が友達と一緒に取ってきたこと。 祖母が持っていけと言うから遊びがてら持ってきたということなどを話した。おじは私の行為を感謝した。そしてわらびを風呂敷包みの中から手に取ってみたりなんかした。それから、どうだい朝鮮とうちとどちらがいいかいなどと聞いた。朝鮮のことには触れたくなかったので、私はただ、同じようなものだわ。 と答えたきりで、おじさんはここで一人寂しくないと聞いてみた。寂しくないこともないね。だが気楽でいいよ。と、おじはまたほほ笑んで私を見た。なんとはなしに私は、このおじが私の今まで接してきた人々のうちで、一番高尚な人のように思えた。 別に対して話したいこともないので、ただそこらを歩いてみた。庭はきれいにはき清められ、植木や飛び石の配置にもガチがあった。私には無論、そうしたことの味わいはわからなかったのだが、ただなんとはなしに、いいな、と思った。そして、ついいりの周囲を一巡りして、いつの間にか、 前のエリンジの境内を歩き回っていた。かなり大きな寺だった。かなり広い庭だった。かなり大きな木もあった。何よりも私はその静けさに引き入れられた。私は今や何も考えていなかった。くしゃくしゃする何事も聞かされねば、苦しい圧迫を何者からも受けてはいなかった。 初めて私が安息を得られたような気がした。いま一度、坊月庵に帰ってみると、叔父は台所で何か煮物をしていた。私を見ると台所から叫んだ。上がって新聞でも見てるがいいよ、ふみちゃん。今ごちそうを作ってあげるからね。言われるままに私は上がろうとした。 そのとたん私は私のそばに一匹の犬が来ているのを見た。私は犬が大好きだ。犬を見ると私は何かの因縁につながれてでもいるように引きつけられる。私は犬と遊び出した。この犬、おじさんが飼っているのああ、そうだ。なんて言うの <S, ?S。<S, S? 変な名前ね。 エス、エス、エスおいで。エスは尾を振り、頭を振り、跳ねたり、くんくん行ったりして、私に飛びついてきた。私はまたエスと一緒に、そこいらの田の淵、山の裾などを歩いて回った。私は、朝鮮のおばの家に飼われていた犬のことを思い出した。あの寒い寒い朝鮮の冬の夜を、 むしろ一枚与えられずに、外に寝させられた犬を思い出した。私が飯も食べさせられず、屋外に産んだされている間、さながら私の苦しみや悲しみを分かってくれているように、尾を振り、首を垂れ、鼻を鳴らして私にすり寄ってきたあの犬を思い出した。そして、そうした私が犬の首にしっかりしがみついて、 思い切り犬を抱きしめて、一人心の中で忍び泣いたことをも。また、夜ひそかに外に出て、犬の寝床に藁を敷いてやったことをも。そしてまた、小さい自分、父が刺し殺した犬の哀れな死に様を。朝鮮にいる時私は、自分と犬とをいつも結びつけて考えていた。犬と自分とは、 同じように虐げられ、同じように苦しめられる最も哀れな兄弟かなんかのように感じていた。思わず私は S を抱きしめた。S、お前は幸せかい小さな声で私は心からこう言った。その時、叔父の声がした。ふみ、さあお上がり。お昼ができた。 私はもう一度犬を鹿と抱いて、それから上がった。私の持ってきたわらびが、いつの間にかゆでられ、卵と一緒に煮つけられていた。ごはんも温かいのができていた。久しぶりで私はおいしい食事をとることができた。お昼が済んだ頃に、前のエリンジから若い坊さんが二三人遊びに来た。 みんな私よりは三つか四つぐらいの年上で遊ぶのにはちょうどいい相手であったしばらく話しているうちに私たちはもうすっかりお友達になった私は後で自分でも恥ずかしくなったほどそれらの坊さんたちを相手にしゃべった果てはカルタ取りまでもしてまるでお正月かなんかのような気分にすらなった 夕方になって私は帰った。帰ってみると母はおばの養蚕を手伝いながら愛も変わらぬ愚痴話をしていた「ああまたか」と私は思ったそして一層深く昼間のおじのところでの遊びが恋しくなった何物をも忘れて何からも解き放たれて自由な気楽なその上何かこう 血を湧き立たせるような力があふれてきた。あのひとときを。私はそれから暇さえあれば叔父のところへ遊びに行った。に